皆さんこんにちは、 Be My Hero MC の関根ささらです。本日は長野県のホワイトリングに来ております。初上陸。なぜ関根が本日こちらに伺っているかと言いますと、今日はいつもとの衣装もまた違うと思うんですけれども、実は普段放課後プリンセスというアイドルグループで活動しているのですが、本日こちらのホワイトリングにて新州ブレイブウォーリアーズ対大阪エベスタ戦の試合の後にライブパフォーマンスをさせていただきます。やったー、念願の B リーグでライブをします。はい、まあ、そんなこんなで本日は放課後プリンセスのメンバーとしてこちらにお邪魔しているんですけれども、ぜひねこの魅力をビーマンヒーローの視聴者の皆さんにもお伝えしたいと思いまして、しっかりとレポートをしていきたいと思います。皆さんぜひ楽しんでいってください。では早速ね、こちらのエントランスといいますか、このホワイトリングの入り口の前からご紹介していきたいと思うんですけれども、アリーナグルメがもうたくさん、もうね今開園したばっかりなんですが、すでにもうすでに販売を開始してくださっています。では早速プーティンをね食べたいと思います。美味しそう。大玉プーティンとかいろんなのありますよ。本当になんか温玉とソーセージがおすすめみたいです。どうしよう。温玉プーティンとソーセージプーティンをご注文したので受け取りたいと思います。ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。では早速いただきたいと思います。いやこのもうあったかいんですよ。いくよ。あー美味しそう。やばいやばいです。あーやばいです。これはこの右側がソーセージプーティン、こちらが温玉プーティンです。やばいですね、これは本当にね、人気な理由がわかりますね。では早速いただきたいと思います。せっかくなんでソーセージと一緒にポテトもね。チーズがすごい、もうトロトロですよ。あ、湯気あったかそう。やばい、チーズが飲みまくってます。ではいただきます。ポテトめちゃくちゃ美味しいですね。初めてこのプーティンという食べ物を食べたんですけど、ソースがめちゃくちゃ美味しい。何のソースなんだろう。あ、特製グレービーソースだって。とモッツァレラチーズがかかっているそうです。うわ、これは人気出ますね。では続いて温玉の方もいただきたいと思います。せっかくなんでね。あー、卵がいい感じですよ。じゃこの真ん中から行かせていただきます。わー、いただきます。おいしい。まあこれは卵優勝ですね。私も本当に卵好きなので、この卵の黄身と白身がいい感じにソースとモッツァレラチーズに混ざって最高に美味しいです。これあのほっといたら速攻食べ終わっちゃう美味しさでした。はい、こちら2階のフードコーナーにやってまいりました。見てください、このもう長野来たなって感じのおやきが売られてます。今日絶対食べるって決めてるんです。私後で食べたいと思います。そしてこちらにもお店がありまして、似顔絵せんべいって書いてありますね。こんにちは。あ、かわいい。店主の似顔絵のおせんべいですね。いや、せっかくなんで、あのビーマンヒーローのゲストに来てくださった、はい、熊谷選手と岡田選手のおせんべいいただいてもいいですか。はい、はい、こちらになりますね。はい、1枚ずつで。かわいい。はい、こちらでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。ありがとうございます。めちゃくちゃかわいい。食べるのもったいないんですけど、ボリボリ食べたいと思います。ではこちらですね、続いてグッズ売り場にやってきました。こちらだそうです。では早速行ってみたいと思います。コートの横、コートサイズにあります。でもアパレルからこっちまでずらーっとグッズがありまして、あ、でも信州の皆さんをね応援するという意味ではやはりチームのグッズをなんか買いたいなと思うんですけど、
何がいいんだろう。なんかどのチーム行っても私マスコットのグッズを買うって決めてて、やっぱこのご時世ね、マスクがいくらあっても足りないと思うので、今日つけるためにまずはマスクを購入したいと思います。あとは何これ、かわいい、これ何ですか、七味だって、かわいい。ここ見えますか、でこの上の蓋がブルアになってる、かわいい。これちょっと私辛いの大好きなので、ブルア七味とせっかくなんでブルアの恋人買おうかなめっちゃかわいいです。いいですね、新州来たのでちょっと思い出の品をたくさん購入したいと思います。あとせっかくなんで視聴者プレゼントとかどうですか、いいですか、お、いいそうです皆さん。どうしよう、 何がいいかな。あ、すごい、あ、お父様へのプレゼントとかいいんじゃないですか。この辺ワイシャツだったりネクタイ、ネクタイピンまであります。リュックがあってトートバッグがあって、あ、これプレイバクション、SDGs の商品ですね。すごいですよ、見てください。不織布を使用したバッグは国内スポーツチームで初めての導入だそうです。ライメックス、ライメックス製の不織布を使ったバッグだそうです。これ超おしゃれじゃないですか、全然普段使いできる。でよく見ると信州っていう、めちゃくちゃ可愛い。これどうですかね、ね、これ どうします、3人とか行っちゃっていいですか、行っちゃっていいですか。お、では許可をいただいたので3名様にこちらをね視聴者プレゼントで持ち帰りたいと思います。こんにちは、すいません、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すいません、お待たせしました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。買いました、視聴者プレゼントにしたいと思いますので皆さんぜひ申し込んでみてください。はい、ということでしっかりとグッズを購入しまして、もう応援する準備万端ということで、この後は私たち放課後プリンセスは一緒に皆さんと試合を観戦した後、試合後にライブパフォーマンスをさせていただく予定です。もう今から楽しみでしょうがないんですけれども、信州のファンの方々もすごく温かくて、ライブパフォーマンス楽しみにしてますと声をかけてくださったので、しっかりと熱量を持ってお届けできるように頑張っていきたいと思います。
ございます。いやー、ライブ終わったんですけれども、どうだった、みんな。本当に今回 Be My Hero をきっかけに、そして放課後プリンセスという愛称、岡田選手をきっかけに放課後プリンセスでこのような機会をいただけて本当に嬉しかったです。あの Be My Hero もだし、 B リーグもだし、これからより盛り上げていけるように、私自身そして放課後プリンセスも頑張っていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。お願いします。以上、私たち放課後プリンセスでした。バイバイ。お疲れ様でした。そして先日 Be My Hero 出ていただいてありがとうございました。楽しかったですか？そうですね、コーサーのオープニングがあって、そうですね、あれちょっとびっくりしましたね、はい、初めての、私たちも初めてだったので、ただその一生いじり続けてていい人なんだ。そしてコーサーはいじってもらえます大丈夫ですか、これ放送されますけど、はい、大丈夫ですか？ありがとうございます。先日の琉球戦から復帰されたと思うんですけども、今日試合感などいかがでしたか？そうですね、まあ、対人の練習がこのスケジュールだとなかなかできなくて、それで試合で合わせていく感じにはなってるんですけど、まだ足が感知してるわけじゃなくて、試合出てるので、まあ、まだチームに全然貢献できないんですけど、そんなことないです、まあ、少しずつ戻していければなと思います。もう爆発した岡田選手を見たくて、今日もメンバーに放課後プリンセスとして今日出させていただいて、メンバーに岡田選手めちゃくちゃすごいからっていうのをたくさん宣伝しておいたので、これからの活躍に期待しております。ありがとうございます。頑張ってください、はい、放課後プリンスって言われてることに関してはご存知でしたか？そもそもファンの方とかが放課後プリンスってうちわを持ってたりとか。はあ、去年も気づきました。今年は、はい、そうなんです。じゃあこっからですね。またぜひ信州さんお邪魔したいなと思っているので、ぜひその時は、もう私はプリンセスじゃないと思うんですけど、その頃にはグループを卒業するので、はい、でも放課後プリンスでいてください、これからも。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、お忙しい中ありがとうございます。いやー、もうね、あっという間に一日終わっちゃいましたね。この信州さんで、ライブパフォーマンスをさせてもらえるっていうのが決まってから結構意外と時間はあったんですけれども、結構準備してきたんですけど、やっぱ実際にコートに立ってみると緊張もすごくて、ただそれ以上に信州のファンの方がとってもあったかかったんですよ。しかも Be My Hero を皆さん見てくださってて、で取材中とかいろんなところで撮影とかしてる時も声をかけてくださったりとか、もうライブ楽しみにしてますとか、本当にあったかくて、またぜひ信州に行きたいなと思いました。Be My Hero の視聴者の皆さんもまだ信州にいらっしゃったことない方いらっしゃると思うんですけれども、アリーナグルメめっちゃ美味しいですし、縦がすごくあるアリーナなので、遠くからでもすごく試合が見やすいなという印象だったので、皆さんもよかったらこちらのホワイトリングにバスケの試合を見に来ていただけたらなと思います。そして引き続き Be My Hero も盛り上げていけるように、私自身頑張りますので応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。以上、関根ささらでした。